レバナスで自由を手に入れる。レバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。ナスダック100のね、EPS の方がしっかりと伸びていってるのかどうか確認の方をしていきたいと思います。まずは木曜日のマーケット、レバナスがどのような動きをしていたのか確認、そして金曜日、どのような値動きになるのか予想、そこでスポット購入がね、あるのかないのかというところを皆さんと一緒にね、考えていきたいと思います。作戦会議、スタートです。まずはね、アメリカの国債をチェックしていきましょう。10年債利回り 3.04 若干低下、2年債利回り 3.38 若干低下、3ヶ月もの 2.75 若干上昇ということでね、まあ相変わらず国債の中でもね、紆余曲折があるみたいです。10年ものと2年ものの利回りの差、逆イールド、逆転現象、こちらはね、まだまだ継続中と。そして10年ものと3ヶ月もののその差がね、 0.29 までまた縮まってきましたと。さあ9月はあたりもしくはね10月あたりで逆転現象が起こっていくのかどうかと。9月 QT の方がね加速していく予定になってますので、ここでね大幅に10年債利回りの利率がね上昇していくのかどうかというところもね、まあ一つポイントになってくるんじゃないでしょうか。ただ着実にねリセッション景気後退の足音っていうのは聞こえてきております。聞こえてきてる割にはアメリカの株式っていうのは上昇しているということで、逆転現象、逆イールドが起こりますと一旦株式は上昇してその後下落する、そしてリセッションに入ると言われておりますので、ここそのね、はい、リセッション前の上昇期に入ったのかどうかしっかりと確認していきたいと思います。ビットコインの方ですね、こちらは TDC ケンシャル的には4営業日上昇になってるんですけれど、まあドンと落ちてからレンジを形成しているということなので、この次ですよね、上にドンと振るのか、それとも下にもう一度ね、底掘っていく展開になっていくのかというところがね、まあ一つポイントじゃないでしょうか。今の価格ではね、21,499 ということで、まあ一時期はね、25,000までタッチしていた。そして下は2万を切ってましたという中ですから、ここもう一度ね、2万を切る展開になるのかどうかというのをしっかりと観測していきたいと。そしてビットコインね、毎日毎日このように観測しておりますので、まあ、久しぶりにね、楽天のポイントビットコインというのをやってみようかなと。ポイントグラブっていうのがありましてね、ここで楽天のポイントをね運用できるというサービスがあるんですよね。これで毎日ビットコインね観測してますんで、まあ、今の段階ですと、ビットコインの場合2万ドルを切ってくればね、投資してもね、まあ、間違いはないんじゃないかということで、現金ぶっ込むわけにはいきませんけれど、余ってるポイントだったらね、ここ運用してもいいんじゃないかと。そしてこのポイントビットコインなんですけれども、いいところと悪いところがあるんですね。悪いところは何かと言いますと、入れた時のスプレッドがものすごく高くてね、びっくりするぐらいねポイント引かれますけれど、まあそこは致し方ないのかなと。いいところは何かと言いますと、このポイントビットコイン、ポイントを運用しておりますので、利確した時にもね、ポイントで返ってくるわけなんですよ。そうなんです。現金で返ってきませんので、税金を払う必要が全くないんですね。今の税法では、ポイントに対しては税金がかかってきませんので、まるまる市中に納めることができると。それならば、ビットコインが2万ドル切った時に入れて、2万ね、4000ドル超えれば利確して、ポイントを増やしてから、レバナスの方にポイント投資をすればね、さらに効率がいいんじゃないのかということを考えましたので、まあ、ビットコインが2万ドルをね切ってくればポイントビットコイン久しぶりね運用開始していこうかなと思っております。さあそれではね、ナスダック100先物のマーケットが開いておりますので、どうなっているのかと見ますと、なんと TDC ケンシャルではね、1営業日上昇トレンドに切り替わりましたということなので、金曜日ジャクソンホール会議を待たずにね、上昇トレンドに変わりましたので、今週から来週にかけて、しっかりとね上昇していく。まずは前回の高値、こちらの方をね、しっかりと突き抜けていってくれるのかどうかというところをね見ていきたいと。そしてビットコインとのね相関というところでね見ていきますと、ビットコインはね7営業日下落した後に上昇トレンドに移りました。今回ナスダック100先物は6営業日下落でその後上昇トレンドに移ったということでね、1日のタイムラグがありますけれども、まあ相関性というのはねそこそこあるんじゃないのかなと思ってますので、このまま本当にビットコインが底を打てばナスダック100も底を打つのかというところをね、まあこのまましっかりとね観測していきたいと思います。
こちらは QLD の日足のチャートの方になっております。木曜日は 53.34、前日比プラス 3.47、力強い上昇でね、マーケットの方は終了しております。6営業日ね、今下落トレンドなんですけれど、下落トレンドでもね、まあ、プラス 3.47 しっかりと上昇しているということで、そしてナスダック100先物の方が上昇トレンドに切り替わりましたので、おそらく今日ね、QLD もこのままの状態ですと上昇トレンドにね切り替わるというふうに考えられますので、さあここね前回の高値58ドルあたりをねしっかり超えて60ドルっていうところね目指していけるのかどうか、まあ今週から来週にかけてね、まあしっかりと観測していきたいと。さあ我らがアイフリーレバレッジナスダック100大和レバナスです。8月25日基準価格 24,201円と前日比プラス 1,2,3 ということでねなっております。楽天レバナスはと言いますと5743円、前日比30円ということですね。そしてナスダック100先物の方が上昇トレンドに移りましたのでね、買い増しポイントスポット購入の方は一旦ね停止ということになります。来週再来週あたりでもう一度ね下落トレンドに移った時に、まあその時の基準価格と考えてもう一度ね買い増しポイントスタートするかどうかというところをね見ていきたいと。ただ9月のね1週目の後半から2週目にかけてはね、また底掘っていく展開に戻るんじゃないのかなというふうに考えておりますので、まあ、そのあたりまでね、まずは現金ポジションがっつりとね、ホールドしておくと。そして8月26日の、レバナス予想になってきますけれど、ダイワが 25,041円、楽天が 5,942円ということでね、楽天もう一息で6000円台に乗ってきますのでね、まあ、金曜日のマーケット、月曜日のマーケットあたりで、しっかりと上昇していけばね、来週は7000円台というところもね見えてくるんじゃないかということで、まずは上昇トレンド入りになっております。ナスダック1003倍ブルーですね、こちらは9197円、前日比プラス71円でした。さあ8月26日は大幅に伸びてるだろう、どこまで伸びるんだ、ダラララン、ダン、9681円予想となっております。若干1万円には届かないということになっておりますけれど、金曜日今日もねしっかりと上昇していけばね、月曜日は1万円スタートというところがねあるんじゃないかと思います。こちらねナスダック100 3倍ブルも、まあ、買い増しポイントっていうのはレバナスと一緒ということになってますから、一旦上昇トレンドに移っていくと思いますので、毎日購入の方は一旦やめて、そしてまたね下落トレンドに戻ればね購入の方を進めていきたいなと。ただしこちら設定来最安値6206円というところ、もう一度ねこの付近までは来月落ちるんじゃないかなと考えておりますので、まあ、そのあたりがね買い増しの今年のねスポット購入のポイントのね最大の矢場になってくるような気がしております。こちらはティクルの方ですね。ティクルはね、ソクルとか999とかと比べてもね、まあ一番チャートの形状はいいんじゃないかなと、出来高が少ないことを除けばね、まあパーフェクトに近いんじゃないかなということで、まあティクルの方も下落トレンドを今形成しておりますけれど、今日上昇トレンドに移ると思いますので、今週から来週にかけてですよね、はい、どこまでしっかりと上昇していってくれるのかと、50ドルをしっかりとね、突き抜けてきてくれるのかというところがね、見どころになるかなと。ですけれど、まあ私の予想としてはね、来週しっかりとね50ドルは抜けてくるんじゃないのかなと思っております。さあ私の保有している18株残ってるねティクルの方 49.5179 と、来週50ドルを突き抜けてくればね一度手放して、9月もう一度ね底掘っていく展開になると思いますので、この 49.5179 よりも安くね、まあ、できれば30ドル台で、買い戻しの方ねかけていきたいということで、一旦ね手放そうと思っております。こちらはね、ウェブルですね。ウェブルはね、力強いですよね、ということで、しっかりとね、出来高の方が回復傾向にあります。そしてそのね、回復してきてる平均の出来高を、まあ、昨日しっかりとね、タッチしているということになっておりますので、ウェブル、そろそろね、復活の兆しが見えてきてるのかなという気がします。まあ、ウェブルもね、9月もう一度下がるとは思いますけれどね、そこまで、どこまでね、しっかりと上昇していってくれるのかというところをね、見ていきたいと。まずは14ドル台を回復ですよね。ここをしっかりとね、金曜日、そして月、火、水、木、
あたり、このあたりでね、がっつりとね、まあ、上昇していただければと思っております。ナスダック100の予想 EPS のチャートになっております。実際のね、EPS の伸びっていうのは、まだデータが出ておりませんでした。ただし予想 EPS の方が7月の29日までの分がね、更新されておりましたので、見ていきたいと。ブルーのラインが予想 EPS、赤のラインが実際のナスダックの値動きということになっております。2022年7月の29日までの予想 EPS はしっかりとね、このナスダック100の実際の値動きよりも上回っていると、アウトパフォームしているということになっておりますので、まあ一安心ということですね。やはりナスダック株価だけ見てますと、かなりね、下落していて辛いなというふうにね、思われている方もいてるかもわかりませんけれど、EPS の方はね、しっかり伸びていく予想が出ていると。これに対して実際に EPS 伸びていってるのかどうかっていうのはね、更新されればすぐにね、お伝えさせていただきたいと思いますけれど、今までの傾向でいきますと、大幅に外しているということはありませんのでね、まあ、このあたりは安心していいんじゃないかと。EPS だけを見ててね、株価っていうのがね、予測できるのかっていうとできませんけれども、EPS が伸びないということは、会社がね、衰退していってるということにもなりますので、しっかりと EPS がね、実際の株価よりも高い水準で伸びていってるということなので、まあ、レバナス、しっかりとね、はい、ガチョホしていればね、勝てるという理論、まだまだ当てはまっていくんじゃないのかなというふうに確信しておりますと。そうしましてね、金曜日、今日から来週にかけてですよね、なぜ私が上昇していくと踏んでるかと言いますと、各ね、地区連銀の総裁クラスの人たちが、やたら高発言をしてるわけですよね。今回の金曜日のジャクソンホール会議、パウエルさんが日本時間で3時に発言があるんですけれども、このね、発言を前に、地区連銀の人たちがやたら高派な発言をしている。これはもう完全にパウエルさんの援護射撃をしているわけですよね。ジャクソンホール会議で、パウエルさんは高派の発言をしますよと、アメリカの経済はね、がっちりとしてますからね、金利を上げても大丈夫だということをね、まあ、やたら発してるわけですよね。その発言を受けて、木曜日の株式のマーケットは上昇したということは、もうパウエルさんが金曜日のジャクソンホール会議で少々高派なことを言っても、よほどのことを言わない限り株式っていうのは上昇していくと、高派なことを言っても上昇していくという土台作りを私はしてるんじゃないのかなというふうに見ました。そしてこの地区連銀の人たちがその土台を作って、それをマーケットの人が受け止めた結果が木曜日の株式の大幅上昇につながっていってると思いますので、今日パウエルさんが少々高派なことをね発言したとしてもね、もう前日で、その高派な発言に対して株式は上昇するという方向性は見えていますので、この方向性は変わらないんじゃないかということで、まあ、金曜日から来週にかけては上昇していくと。ではこの上昇でしっかりとね利益を確定することができるのかどうかというところがね、今日の相場からね来週にかけてのね、まあ、一つのポイントになってくるのかなということがありますので、さあ本当に今日パウエル発言の後にね、株価が伸びていくのかどうか観察していきたいと思いますので、いつもね、22時から1時間程度のライブになってるんですけれど、ちょっと枠を伸ばしてね、パウエルさんの発言が終わっても、しっかりとその後株価が上昇していくのかどうか、ちょっと今日はね、長めにね、ライブ放送の方をかけて、そしてまあパウエル発言の後、本当にね、株式っていうのが上昇していくのかどうか、まあ、我々でね、観測者ということでね、まあ、意気承認になっていきましょうということで、皆さんのご参加をね、楽しみに待っております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。